今日はダンスとキャンプ撮影に来ました。みんなはコテージに泊まるんですが、私は一人でめちゃめちゃ離れたなんだテントに寝ます。テントで寝ます。今みんなのとこから離れて、これね、もう真っ暗、めっちゃ真っ暗、もう正直めちゃめちゃ怖い。ここ一人で歩くの怖いけど、でちょっとつぐみライダーは一人で強くならないといけないので、みんながね近くに寝てもいいよって言ってくれたけど、私はこのままだと強くなれないので、勇気を出して一人で寝ます。怖すぎる、めちゃめちゃ怖い。ちょっと私一人で、てか普通にお化け屋敷も入れんような人なんだけど、怖いけど、マジで本当に強くならんと、私仮面ライダーになれへんで、本当に頑張る。着いた、やった。ここもうめっちゃ、こうみんなのもう見えへん、みんながおるとこ、みんながおるとこ見えんけど、本当に今日は頑張ってここに寝ます。本当に真っ暗になとこにポツンってテント、ここで寝る、誰もいない。一回入ったらもう出んとこ、そうしよう、一回入ったらもう出ない、そうすれば怖くない。よし、初、あいたたたたたたた、やばい、初キャンプ、初テント、ここで今日は寝ます。やばすぎる、よいしょ、テントまで送ってあげようかって、よいしょ、言ってくれたけど、私は一人で行きますって言ったから、偉い、私偉い、偉いぞ、一人でここにたどり着いたのが奇跡。なんかやっぱ意外に、よいしょ、追い込まれた方がいける気がするな。昔からそうな気がする、割となんかポイって崖から突き落とされた方が強い気がする自分。めっちゃ独り言喋るけど、なんか、なんだろうな、やっぱこれも全部カイトなんだよな、カイトのおかげ、全部カイトのおかげだよ、強くなれる、カイトありがとう。ちょっと
これでまた強くなれたので私は無敵だ。よし、ではテントにも着いたので誰も来ませんように、何も起こりませんように。こういうのがね、伏線になったりするんだけど、ではでは。言ったでテントがやめてよ本当に。おやすみなさい。